皆さんこんにちは、おチャンネルです。よろしくお願いします。さて今回は Amazon で面白そうなものを買ってみましたのでご紹介してみましょう。それがこちらです。じゃん。はい、こんな入れ物に入ってきました。ちょっとねここにねバーコードが貼ってあって取ろうかなと思ったらちょっとうまく取れなかったので諦めたんですけども、これは、中身はですね、ちょっと開けてみましょうか。開けてみます。はい、オープン。ほい。というわけでこれが本体、なんとこれ LED ライトになります。でこれが本体で、あと付属品として、充電用のタイプ C の、USB ケーブルが、入ってましたね。というわけで今回はね LED ライト、こちらねご紹介してみたいかなと思います。私ね過去に LED ライトいろいろとご紹介してきました。で今までねご紹介してきたライトの中で私のねお気に入りのライトはもういくつかあるので、まあね例えば明るさ重視のライトとかランタンのライトとかは結構お気に入りが結構あるので、まあ新規で買う必要はないんですけども、今回このライトはですねちょっと面白そうな要素が多いライトだったのでね買ってみました。でねまだつけていないんですけども、一応ね、本体こんな感じで、多分これがねスイッチだと思います。でここにね、タイプ C の充電用のケーブルを挿す部分がねありますね。でこれライトの先端部分、これがねこのライトの最大の特徴だと思うんですけども、ご覧ください。じゃん、見えますか。なんとこのライトね、これチップがここに4つ見えると思うんですけども、これはですね普通のこう白色のライトのチップが4つ搭載されているのではなくて、なんとこの4つすべて別々の色を出すんですね。なのでこれは1台4役というか4色ライトというのでしょうか、そういうライト、今回、Amazon で、ね、見つけちゃいました。でこれ実はね4色ライトなんですけども、私実はですねもうすでにねこういったものを持ってます。これ、左はねこれもまあ似たような懐中電気というか LED ライトなんですけども、チップここ2つ入ってるの見えますか。ちょっと光っちゃってうまく映んないかな。これ実はですね、2つ色が出るんですよ。でこっちは、3つ色が出るようになってます。ちょっとね分かりやすいように白いね紙を持ってきました。ここに向かってつけてみますね。じゃあまずこの、2色のライトなんですけども、このね後ろのスイッチを押すと、はい、これ今普通の白いね色がつきました。でこれこうズームでねこういう風に自由自在にね照射角度というか、切り替えることができます。でもう1回押すと、ちょっと弱い色になりました。ちょっとね見にくいかもしれませんけども、でもう1回押すと、フラッシュで、最後4回目でこれがブラックライトになってます。こんな感じのねブラックライトで、これを繰り返すっていうこのライト、これが2色ライトですね。でこちらがですね薄いすごいねペンライト的な感じなんですけども、ボタンが3つついてます。でこれまず1段階目がですね、なんとこれレーザーポインターがねついてます。そしてこれがブラックライト、最後が白色光、こういった商品もねこれは過去に私もね動画でご紹介しているんですけども、それを超えるこれね4色ライトなんですよね。実際にじゃあね早速点灯させてね見ましょう。後ほどね部屋暗くしてね改めてね、ご覧いただきたいかなと思いますけどもね、こういったライト面白いですよね。じゃあここの多分この白いボタンがねスイッチだと思うんですけども、点灯させてみたいと思います。じゃあ行きます。押します。あれつかない。え、なんでついてない。あれもしかして長押しかな。ん？ついた？ついてない？あれ？ん？これもしかしてあれかな？バッテリー切れっていうあれ？これもしかして電池充電されてないのかな？だって他にボタンないもんね。あら、これどうやら電池入ってないみたいなので、早速ね付属のタイプ C ケーブルで充電してから改めて使ってみたいと思います。はい、それではですね、まだ満充電にはなっていないんですけども、30分ほどね、充電してみましたので、多分点灯すると思うので確かめてみたいと思います。じゃあこのスイッチを押してこの紙に向かってね、つけてみましょう。じゃあまず1回押してみます。せーの、ポン。おい、つきました。
まあ、これはもう見ての通り白い色、白色のね LED ですよね。で、もう一回押すことで電源が切れるんですけども、ついてる最中にどんどん押すことでモード切り替えができるということなので、まず白をつけてもう一回押すと、お、色変わりましたね。これはまあオレンジというか暖色のね色になってますよね。暖かいような色ですよね。昔の電球、昔の懐中電灯って豆電球でね、こんな色でしたよね。私この色好きですね。はい、で押すと消えますので、1、2、3、はい、というわけで3つ目はこれはね、ブラックライトですね。これ紫のように見えますけども、一応紫外線ということで、ね、蛍光の、ね、ものに反応するんですよね。なのでこれ蛍光の黄色ですけども、ここに当てるとちょっとね色がね、カメラだと色がどうしてもこういう風に映ってしまうんですけども、肉眼だとすごいね、緑というか、黄緑色にね、光って見えることができます。でこれね、ブラックライトがついてましたけども、まあ、消してあと1色何色が出るかというとですね、1、2、3、4ということで、これ青ですね。真っ青です。青いね、色のこうライトが懐中電灯に搭載されているのは私はね初めて見ましたね。ちなみに、ブラックライトではないんですけども、この青い光っていうのも結構蛍光反応を起こすんですよね。こんな感じでね、綺麗にね光が反射して見えます。というわけでこの、4色ライト、まあ、ちょっと今暗くてよく見えないかもしれないですけども、ここチップ4つ入ってるんですけども、白、オレンジ、ブラックライト、青と、この4色が搭載されていました。じゃあね、部屋を暗くしてね、どんな感じに光るか、改めて、このライトの各色色をね見ていきたいと思います。はい、それではですね、いつもね私がよくおしゃべりをしているカーテン、今目の前にあるんですけども、こちらに向かって先ほどのライトね4色それぞれ点灯させてみたいと思います。今カメラがある位置からカーテンまでだいたい3メートルくらいのね距離になってます。じゃあね、部屋のライト消します。こんな感じでね薄暗くなりましたので、じゃあライト早速点灯させてみましょう。じゃあまずはね1色目普通の白いライトですね。はい、こんな感じ。もう十分ね懐中電灯の役割果たしてますよね。これ今ね一番ね広げているこの状態で、今つけてますけども、このねズームするとこんな風にね光がなります。スポットになりますね。じゃあ全体にまた戻しましょう。じゃあ今度は2色目ですね。1回消して今度はオレンジ暖色にしてみます。こんな感じ。あ、これもいい色だね。本当に昔のね懐中電灯みたいな色ですね。こんな感じの色です。夜道歩くにはね、先ほどの白色とこの暖色どちらでもねいいんじゃないかななんて思います。じゃあ今度は3色目、ブラックライトですね。1、2、3、おお、ブラックライトだ。こんな感じですね。このね青みがかった色が特徴ですよね。まあ実際にはね紫のように見えますけどもね。そしてこのライト4色目がね青なんですよね。1、2、3、4、はい、ちょっとね先ほどのブラックライトとね色味が似てるのでね分かりにくいかもしれないんですけども、一応これ青ですね。なんかズームすると紫っぽくブラックライトみたいに見えるけど、こんな感じですね。これがね青い LED でした。というわけでね、今回はね、Amazon で購入しましたこちらのね珍しいこの、まあ、4色搭載ライト、こちらのねライトをご紹介させていただきました。はい、なかなかね珍しいね商品 だとは思うんですけどもね、まあガジェット好きとかねこういったライトマニアの方も結構こういったライト好きだと思うので私も紹介させていただきました。というわけで今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではバイバイ。この度 YouTube PR 用の X アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。私の姉ふみっこが TikTok と YouTube を始めました。猫ちゃん関連の動画盛りだくさんです。ぜひアクセスしてみてください。